英検直前にやること、何を中心にやらなきゃいけないのかっていうのを話したいと思います。優先順位をちょっと話したいかなと思いますね。時間配分、まずは見といてください、トピックを。でただ見直しは絶対してください、まあ、この2つだけでもすごく減るんですよ。はい、始まりました。もちちゃんです。さあ、今回は英検直前にやることということでですね、もうこれをやっておけっていうのを話そうかなと思います。もう英検ね、明日もしくは当日に見てる人も多いと思うんですけど、まあ毎回そうなんですよ。そういう人多いよね。で、何もやってないとか、今日過去問開きましたとかね、何時間前に今初めて問題見ましたとかっていう人いるわけじゃないですか。はい、その人たちに、まあちょっと間に合うかわかんないけど、アドバイスをしたいと思います。で、実際のところはですね、なんだ知ってるよそんなの、もうやってるよっていうのが理想なんですからね。そんなの当たり前だぜみたいに書く人多分いるかもしれないんですよ。それがいいんですからね。それが正しいんです。そうだったのって思ったあなたはやばいと思ってください。これね、え、全然知らんかったんだけどとかになっちゃったらやばいです。なんでもう直前もちょっと大雨なんですけどね、今ね風もすごいですが、直前どうやんなきゃいけないのかって、ね、何を中心にやんなきゃいけないのかっていうのを話したいと思います。もうもちろんね、出題形式も知ってるしちゃんと分かってるよっていう人は自分の苦手なところね、単語をやんなきゃいけないな、単語まだだからって言って単語問題解くとかでいいと思うんですけども、優先順位をちょっと話したいかなと思いますね。まずやっぱり一番大事なのはライティング。ライティングは一問で他の技能と同じですからね。ね、リーディングとかほら、リスニングとか級によって違いますけど、30何問とかあったりするわけじゃないですか。それと、たったの一問で同じなんだから、絶対これを重視するべきなんですよ。で、直前期、ま、やり方に関してはね、もうすでに出してますけど、2級のやつと11級のやつですね。はい、ぜひ、まあ、このチャンネル見てる人はこれが多いので、見といてほしいんですけども、まずですね、絶対にやっといてほしいのがですね、時間配分。これ気にしないでやる人すごく多くて、ライティングにどれだけの時間をかけていいのかとか、ライティングにどれだけの時間がかけられるのかっていうのを見といてください。まあ、級によっても違うんですけど、20分だったり25分だったりとか、いろいろと目安があると思いますが、その時間で果たして解き終わることができるのかっていうのをちゃんと知っといてください。で、この目安なんですけども、あ、そう、リーディングとライティングがね、そもそも同じ時間に行われるってことすら知らない人がいるので、それ知っといてね。で、リーディングの順番通りね、最初の単語問題からって言って、時間かけすぎて、ライティングに到達した時にはもうほとんど時間がありませんって人、毎回いるでしょ。いるでしょ。これを見てる人の中でも、やった人、いるでしょ。そうなんですよ。いるんですよ、いつも。ダメですよ、それじゃ。必ず、どれだけの時間を取れるのかっていうのを知っといて、見てください。だから最初にライティング見てくださいね。で、書けるんだったら理想ですよ。もうライティング見て、ああ、よしよしって言って書き出せるのが理想なんですけど、たとえ、わかんないな、どうしようかなってなる人でも、まずは見といてください、トピックを。ね、ライティングのトピック見ておいて、他のリーディングの問題解いてる時にアイデア浮かぶことよくあります。こうやってね、単語の問題とかやってて、あ、そうだ、こういう風に書こう。って言った時に浮かんだら、そこでライティングに行ってもいいし、もちろんリーディングの読解の途中で行くのは難しいけどね。単語問題だったら別にほっぱらかしたっていいわけじゃないですか。で、こうやって行って、もしもリーディングのね、途中とかだったらメモ、出力ペンさんこういうアイデアって言って、メモバッて書いて、またリーディングに戻ればいいです。とにかく、ライティングを重視してやってください。で、続いて、まあ、各級いろいろあると思いますが、ライティングの型ですね。I think とか I don't think とか I agree, I disagree みたいなね、あるじゃないですか。あの型をちゃんとぶち込んでおくことですね。その後に、ほら、I have two reasons でもいいし、ああいうの、まあ、級によっていろいろね、レベル上げたい欲しいんですけど、で、それで、first, second とかね、そういうの使って、で、コンクルージョン書くとかね。もちろんね、1級だったら3つ、バディ3つなきゃいけないですけど、他は2つでいいわけですから、たったのね。とにかく、型を知っておいてくださいですね。時間配分知っておいて、型を知っておいてですね、どういう風にか。で、型を使えるだけでも点がだいぶ高く出るんですよ。下の級になればなるほど、型さえちゃんと押さえておけば大丈夫。で、その型を押さえて、まあ何かしら書く、まあいろんな動画で出してますし、級によっては書いてくれてますからね、アイディアね。それを使えばいいんです。で、ただ見直しは絶対してください。はい。見直ししないでやっちゃう人すごく多いけど、見直した時に数えられる名詞なのに、あも、ザも、S もついてない裸名詞ですね。とか、三人称単数形の S つけなきゃいけないのについてないとか、大丈夫ですか？ここ大事ですからね。まあ、この二つだけでもすごく減るんですよ。とにかくこの二つ。もう直前なんで、細かくはいろいろありますけど、この二つだけでも減らしてください。で、下の級になったらね、ピリオドついてるかとか、その辺も大事になりますからね、スペル間違ってないかとかね、非常に大事になります。やってます？で、続いて、リーディングですけども、まあもちろん単語問題をね、どれだけ早く解けるかによって、後ろの読解ね、にかけられる時間が決まってくるんですけど、まず長文中の穴埋め問題。とにかく文脈を使って解くっていうのを、
忘れないでください。これすらやらない人いるんで、長文中の穴埋め問題って絶対文脈使わないと解けないようにできてますから、その空欄のある分だけで答えは出ません。これから、あ、これ当てはまる気がするな、なんかいい感じだな、いや全部いい感じになるんですよ、全部必ず当てはまるんで。だから文脈使わなきゃいけません。文脈の問題の場合は上に書いてあることを使うやつだったら結構簡単なんですよ、そのまま読んでってるから。でも下に書いてあることがヒントになってる場合、それ結構めんどくさいです。ちゃんと下を読んでから戻んなきゃいけないので、でこの下を読んでから戻る感覚っていうのを持っといてください。でこれ持ってない人たちってそのまま解こうとするんですよ。でまあこれからって解いて、その後普通に読んでってもう次の問題いっちゃう、で間違ってるの気がつかないっていう人いっぱいいますから、だからこれ忘れないでね、はい、続いて読解ですが、順番通りに答えのヒント出てくるんだから、これはもう超英検が優しいところですよね。1問目の答えは第一段落であるし、2問目の答えは第二段落であるし、そこで見つかってなかったらそれ間違ってるんですからね。だから2問目の答えを第四段落で出すとかないですから、まあもちろんね、最後まで読んでたことがヒントになるなんてことはあり得るんですよ、なくはないですよ、なくはないけれども普通はありませんので、ちゃんと1問目は1段落目、2段目は2段落目っていう風に解いててください。まあもちろん2級の最後の問題だけはね、文章全体に答えが散らばってるってやつなんで、そこだけはちゃんとやんなきゃいけないですね。それ以外はみんな順番通りですから、ここが英検が優しい理由です。でその時にちゃんと言い換え表現見抜いてくださいね。ああ、ここがこういう風に言い換えられてんだっていう風に見抜けば答え出るっていうのいっぱいありますから、ぜひともそれできるように練習してください。超大事ですよ。練習する時間なんかねえよ。練習する時間がないんだったら本番で、ああこれ言い換えられてんな、だからこういう風になってるんだな、はっはっはって思いながら解いてください。直で書かれているよりも言い換えで書かれている方が正解になりやすいです。絶対じゃないですよ、これも間違いないね。例外ありますよ。続いてリスニングです。まあこれ聞き取れないよって人いっぱいいるんですけど、そうなんで、なるべく先読み頑張ってほしいんですよ。英検の特徴としてやっぱね、設問が書かれてない、選択肢だけっていうのね、選択肢だけなんだけど、実はもう聞きながら解けます。もう聞いてる時に矛盾点がいっぱい出てくるんですよ。あ、これ当てはまってないな、これ当てはまってないな、当てはまってないなっていうのが出ます。絶対出てくる。だからそれをまあもちろん聞き取れることが前提ですよ。もう大前提として聞き取れるっていうのがありますよ。聞いてって、ああこれ合ってる、ああこれ矛盾してる、ああこれ矛盾してる、これ矛盾してるって消去法を使って答え出せるってこといっぱいあるから、設問聞く前に答え出せるなんていっぱいある。だから過去問見るだけそのパターン見ておいてください。読めばいいです、もうね、リスニングできないんだったら読んで、あ本当だ、矛盾点が大体書いてあるじゃんっていう風に気がつけるといいですね。でここでももちろん言い換え大事。本文の表現が選択肢では別の表現に言い換えられてるってことよくあります。でこれが見抜けると、あはいはいはいって言ってすぐに解けるってことよくあります。でコツとしては選択肢に同じのが並ぶので、そこの部分をぶった切る。例えばね、主語の部分に全部ヒー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 って並んだりとか、デイ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 みたいに並ぶことがあるので、そこぶった切ればいいじゃないですか。いちいち選択肢を一個一個読んでたら時間ももったいない。なるべく縦で読めるぐらいにしたいので、共通部分はぶった切るっていうのは、これはまあ別に英検だけじゃないですけどやっておくことです。で英検はメモれるので、だからそのぶった切ったりもできますので、トイックそんなんできないけどね。まあとにかくやっぱ設問が書かれてないっていうのが非常に厄介。今からね過去問見るっていう人は、どんな設問が出てるのかなとか、どういう風に選択肢書かれてるのかなっていうのを見といてください。同じような設問もいっぱい出ますからね。まあ、ただやっぱね、一人が喋るところになるとね、アナウンスだったり講義だったり、特に講義が苦手って人多いので、まあそこは、まあ、特に準1とかのパート2とかはね、もうあがくしかないですね。もう勘でやるしかない。2問ついてるし、厄介だよね。災難ですよね。で、リアルライフですね。準1とか1級にある。リアルライフはコツがあるので、書かれているものと聞いたものを照らし合わせて答えを出すっていう風になってますので、まあ大丈夫です。コツさえつかめれば、あ、こういうパターンなんだっていうのを見といてください。そうすると、聞けるって前提ですよ。聞ければ答え出せますから、ぜひともパターンを過去問で見ておいてください。はい。そういった形になります。もちろん、これらが終わってる、これら分かってるよっていう人は、単語にもう時間かけてください。ね、単語の問題で取れるように。コスパはいいですからね。あれ、知ってればもうすぐパッ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 と解けるし。で、直前に見てたやつが出ればね、ラッキーってなるじゃないですか。まあ、それは皆さんがやってね、EX だったりとか、パスタンだったり、データタンだったり、いろいろやってる人いると思うんで、まあ、それらで対応して、ぜひとも合格を勝ち取ってください。はい。まあ、このね、数分っていうのが、皆さんの役にどれだけ立てるのかわからないですけども、これで合格を勝ち取っていただければ、私はもう、嬉しくて、ハッピーですので、はい。嬉しくてハッピー、当たり前か。はい、ハッピーですので、ぜひとも、どうだったっていうのをね、聞かせてください。ぜひね、まあ今受けてきましたっていうんだったら、どういう感じだったのかですね、感想をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ってね。はい、そこのあなた、ここで離脱しない。
今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちらトイック800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。